株式会社ダイヤモンドシティはかつて存在したショッピングセンターの開発を主な事業とするデベロッパー企業で東京都渋谷区に本社を置いていた。2007年8月21日にイオンモール株式会社に吸収合併された。コーポレートメッセージは愛する街をあなたと作る。以下合併直前までについて説明する。 もともと、イオンと三菱商事の共同出資で設立された会社だったが、2006年5月2日にイオンによる株式公開買い付けが成立後は、イオンの連結子会社となっている。その結果、三菱商事はイオン及びイオンモールとは提携関係となり、さらに持ち株会社のイオンへ出資し、その筆頭株主となっている。社名は、三菱イコール、スリーダイヤモンドが由来である。 ダイヤモンドシティ、東住吉ショッピングセンタージャスコを各テナントとするショッピングセンターを軸に運営。都市均衡型ショッピングセンターに強みを持つ。1972年に近鉄百貨店と組んで奈良ファミリーを開設するなど初期から特に大型スーパーマーケットと百貨店の二つの各テナントを持つショッピングセンターの開発に力を入れてきたが、 京都ファミリーから近鉄百貨店西京都店が撤退、三越武蔵村山店、名取店は売上未達成、熊本の鶴屋百貨店や福岡やモズアンダーシティでは百貨店招致そのものに失敗するなどそのタイプでの成功例は少ない。1990年代以後に開業したショッピングセンターでは所在地とは直接関係ない特色のある名称を付けてきた。それらは オンモールに解消後も引き継がれていたが、2011年にショッピングセンター名の変更に伴い、ダイヤモンドシティ時代から続いた名称は取り除かれる。ちなみに、2000年代前半に開業したショッピングセンターでは、施設ごとに独自のキャッチコピーやイメージソングなどが存在する。ショッピングセンターを建設すると人が集まる上消費が伸び、周囲の地価も上がるため、 税収増や町の活性化のために誘致されるケースもある。他方で周辺市町村や商店街からは町の衰退が起こるとして反対されるケースが多い。例えば山梨県中駒郡昭和町への建設計画では昭和町が誘致し、甲府市など周辺自治体や甲府商店街連盟が反対を表明し、横内正明山梨県知事は建設計画の 見直しを訴えていた。その結果、イオンモールになった後の2007年11月に、規模縮小の上での着手に合意し、イオンモールへ転換後の2011年3月に、イオンモール、交付昭和として開業した。イオンモールに合併した後も営業を継続したショッピングセンターの多くは、2007年9月22日に、名称が変更されている。は、運営住宅の店舗、 ありがとうございます。